はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日ですね、支部長たちの協力を仰ぎまして、新松戸駅で政治活動をやってまいりました。あったかくて、助かりました。白ジャンバーに統一いたしました。これは四季島会時代から使ってる、白ジャンバー。うちは白ということで。九条廃止、日本改革党ってアナウンス流しながらやってんですけれども、ぎょっとする人も文句言ってくる人もおらずと、一昔前とは大違いだな。ちょっと前だったら、まあ、10年前とか例えばだったらぎょっとしたり食ってかかるおじいちゃんとかいるんじゃないかなって思いますけれども、まあ、ロシアの侵略が効いてですね、9条イコール平和憲法っていう大嘘がバレてきたんではないか、なんて、思えますけれども、共産党小池晃もですね、テレビで9条で平和は守れないですよ、そんなこと言ったこともないって、言ってはいけないこと言ってたしね、そうだよな、9条おかしいよな、9条があれば平和っていうのは嘘だよな、っていうのがロシアのウクライナ侵略で、バレたんではないか、で、世間的にも、普通のこと、それを言うのも普通のことである、っていう風になってきたんじゃないか、なんていう空気の変わり具合を感じます。ソウルで将棋倒し151人死亡だって、あと怪我したのが82人とか言って、その中からも追加で亡くなる方とかも、いるんだろうな。ハロウィンで集まってたらしいんだけど、どんだけ密だったんだって、こう不思議に思いますけれども、テレビないんで確認できませんけれども、日本のテレビ局はね、さぞかし大ごとに報道してんだろうな、大々的に、祖国の悲劇をね。もっと大事な国内ニュース、日本国内のニュースなんかそっちのけで大報道してんじゃないか、なんて推測予想いたします。テレビないんで、確認できませんけれども、統一教会が選挙を手伝う目的が判明しました。信者獲得の手段として名簿を得るため、つまり見込み客リストですか、それをゲットして電話かける、みたいな、連絡する、地方支部の集会で、九州ね、九州地方支部の集会で幹部が選挙結果や成果を信者に説明している動画があったんですけれども、本当に多くの方々に名簿獲得から力を注いでいただきまして、教区として6007という名簿を手にすることができました。例年3000だったんですけど頑張りましたみたいな、ことを言ってる動画が流れてまいりました。ネットの反応です。やばすぎやろこれ、個人情報保護とかどうなってんの、気持ち悪い、候補はこれ知ってたんだろ、最悪、選挙事務所と偽って信者が電話してるそうだ、あそっか、選挙事務何々さんの選挙事務所です、事務所ですっつって電話かけて、今度お会いできませんかなんつって、絡めとんのかな。自民党が支援者を統一教会に生贄に出したってことだろう、まあ見返りは選挙協力ですか、事務所で電話かけやってくれたり街頭に立ってくれたり、まあお金もね、カモリスト提出、支援者売り飛ばしてるやん。選挙は個人情報ゲットのボーナスチャンス、これが教会側から出てくるってことは自民党と心中する気なんだな、坪議員は落選させないとやばい、恐ろしい話ですね、自民党議員が支持者を統一のカモに差し出してたとかね、まあ連絡先が知れても名簿に抜かっててね、そっから勧誘されて、信者になるかならないかはその人次第の、まあ、個人責任なんですけどね、誰しもがキャバクラやホストクラブに営業かかられてもハマるわけでもないし、まあこれ統一もそうかも似たようなもんだと思ってるんですね私。キャバクラとか、ホストクラブとか、ハマる人はハマって破産したり借金したり、連絡先の獲得が目的なら自民に限らず、まあどこでもいい理屈ですよね、選挙だっつってね、立憲の国会議員も
14人が関わってましたけれども、知らなかったのでセーフって言って、テレビも新聞も叩かないっていう事件がありましたけれども、まあまあそうだよな。民放労連も NHK 労働組合も立憲支持を公言してますから、自分ところのホームページで公言してて、ウィキペディアにも書いてありますんでね、まあ知らないはずないんだけど、関わってる。こいつらが統一だ。立憲は労働組合が支援支持支援してんだから、まあごっそり名簿を持ってるんでしょうね。連合だけで700万人の組合員いるんですから。自治労日経は通信労連、放送労連、郵便労連に電話かけまくってんすかね、あの立憲とかは。電力労連、電気労連、自動車労連は、立憲を見限って離れましたから、反原発、原発動かさないぞーなんていうとことは、電力いっぱい使う、まあ、自動車とか、まあ、工業、製造とか、化学労連が一番先に離れたんじゃなかったっけな。連合抜けます、つって。こういうヤバめな情報がですね、協会側から出てくるってことは、自民と一蓮托生決めたんでしょうね。我々と一緒にお前らも滅びるぞっつ。我々を滅ぼすんならお前らも無傷でいらんないぞっていう脅しなのかなって思いますけれども。1990年、バブルで儲かった分の昇給が間に合わず、労働分配率イコール、売上人件費。つまり、企業が入ってくる金のどんだけを賃金として出したかということなんですけど、これが過去最低を記録しました。入ってくるのが多かったから、1990年は。2021年の労働分配率は 62.6%。1990年、一番低かった頃の、低水準になってしまいました。31年ぶりだって。ちなみに2020年は 68.3% だったんで、まあ 5.7% ぐらい減っちゃった労働分配率。つまり、社員の取り分が減っちゃった30年ぶりぐらいの水準。日経新聞は内部留保や株主配当に回したせいって分析しておりますけれども、ネットの反応です。自民党を支持した結果、労働力の輸入がある限り、賃上げは無理。これどういうことかって言いますと、安くてもいいです、働きますっていう外国人を輸入する、いうことですね。無能なおっさんが居座ってるのが問題。まあ、この人の会社がそうなんだろうな。この人は無能なおっさんに、悔しい思いをしてるのかな。財務省に言わせると、貯金ばっかして投資も消費もしない国民のせいだぞ。消費税 10% にしといて、そりゃないよね。国民が消費しない。なんつって、そりゃねえよ。消費税 10% にしといてさ。労働組合の存在価値、ないなぁ。ないですよ。とっくの昔から、ないですよ。労組は無能。反原発とか誤言ばっかりやって、いや、株買えばいいじゃん、っていうような意見もありました。企業側にですね、死んでも給料上げたくないって、いうのと、労働者側のコロナでしゃあないっていうのが合わさった結果ですかね、これね。これが岸田の言うですね、新しい資本主義なのか、配当を増やして株を買えっつうね。あとは総裁選の時に所得倍増とかも言ってなかった？確か言ってました。岸田。具体的にどうやるのって突っ込まれて、単純に額が倍になる。ということではない。とか言ってごまかしてました。まるで鳩山由紀夫が、そういう意味で申し上げたのではない。とか言ってごまかしたのと同様にね。本当の本当にバカなんだな、岸田って言って、呆れてしまいました。あの時から。今の財務大臣の鈴木大臣はですね、鈴木善幸元総理の息子ってだけで議員やってて、完全なる無能って陰口叩かれてます。まあ、財務省の操りは間違いないんだろうな。アメリカにですね、奴隷貿易だろって名指しされた外国人技能実習制度とですね、外国人労働者の輸入で需要と供給のバランス崩れてんですよ。供給が多すぎる。需要に対して。だから値段が上がらない。これはまあ神の見えざるて。これ言ったの誰だっけな、アダム・スミス
忘れちゃった、それとあの無能労働組合のせいですね、半原発で電気代高くして製造コスト上げたら会社が儲かんねえから賃金も上がんねえだろうが、お前らのやってることは労働者の待遇を下げることなんだからな、全然関係ない、全く関係ないですね、むしろあの軍需産業っていうか、軍需産業っつってもあの裾野が広いですから、そういうような研究の障害になるなってる救助まあ漏れとかにね、そんなのばっか熱心にやって、集めた組合費を浪費して、多大なエネルギー費やしてバカじゃねえのか労働組合って私は思うんですけれども、経営側もですねストとか突き上げとかなければ、ああ満足してんだなって言って昇給なんかしたくないに決まってるでしょうね。まあね、あの給料低くても、給料低くて不満だったら転職すればいいんですけど、まあまあね、転職できない方もいるよ、怖いなとかですね、今より給料下がっちゃうな、まあまあ優秀な人はヘッティングハンティングとか言って同業他社から引き抜かれたりもしますけれども、日本人に意地でも金出したくない会社は潰れるべきだって思ってるんですけどね。だって自分とこの社員だって一消費者なんだからさ、自分とこの会社の商品消費してもらわなければ、ダメでしょ。消費者弱らして消費税で消費を停滞させて、るようなねところ、なんか経済同友会っていうのもあるらしいんですけど、消費増税進めてんだって本当にバカじゃねえか、思うんですけど、したらお前らの会社のものますます買われなくなるよ、思うんですけれども、本当にね腐った脳みそ、どんな脳みそしてんだろあいつら、経済同友会のおじいちゃんたちで、呆れちゃいますね、うすらバカ総理、ツイッター電気ガスガソリン代を1世帯4万5000円乳児世帯に10万円旅行支援に4万4000円ばらまきまーす、ちょっと待てと、旅行支援って旅行できるような豊かな人は支援しなくていいんじゃねえか、ばらまなくていいんじゃねえか、ちょっとここで引っかかりますけど、消費税下げりゃ済むだろうが、案の定非難豪豪、そしたらねばらまきの事務処理でパソナーを設けさせてリベートもらえなくなるじゃあありませんか、SNS で盛り上がる消費減税なんですけれども、日本改革とも言ってますけど、公約党の政策としてね、消費減税からのいずれ廃止と、これは急にポコーンってなくしちゃうと、混乱するからじわじわと下げる、いうようなことを考えてるんですけれども、最近すっかり影が薄い枝野幸男さっそうと登場、生配信やってんだってこいつ、生放送、政治家なのに、度胸あんな、まあまあ失言とかしても取り返しがつかないじゃん、動画だったら削除、することもできますけれども、生配信で消費税減税を言ったというのは間違いだったと強く反省している、二度と減税は言わない、なんだおめえ財務省の回し者かみたいな、ことを言っておりました。ネット困惑、それ今言うこと、ネットの反応です。なんか配信全体が尻滅裂、その間の思いつきで言ってるでしょ、フラフラしやがって、これ左の支持者も敵に回すんじゃ、そうだね、令和の支持者、共産党ですけど、消費減税言ってますもんね。で、受けてますもんね。左の支持者も敵に回しますよね。税金の通貨の概念が間違ってますよ。これ以外の発言で、こういう風になったんでしょうね。通貨ってなんだか分かってないんじゃねえ、枝野はね。始まってもないのに終わる枝野。センスねえな、本当に。本当に党代表だったのかな。こいつ、一時期官房長官になったんですよね。こんなバカが官房長官やってて、日本滅びなかったんだから、日本人の優秀さのおかげでかろうじて滅びなかったんでしょうね。立憲の参院選公約、つい3ヶ月前消費税を時限的に 5% に下げる、はっきり歌ってますけどね。これも共産と一緒で、騙したなって言ってくるやつは粛清すればいい、なのでどんな嘘をついてもいいってことなのかな。前科もありますよ。現に
ガソリン値下げたいなんていう過去もありまして、そうでしたっけ、うふふふふって、これは風化させずに子孫に伝えなければならない大切な歴史ですね。ネットで盛り上がる減税を抑え込もうと、財務省が枝野幸男にですね、あれをばらすぞって脅して言わせた可能性もありますね。財務省による民主党立憲への忖度なんですけど、鳩山幸男、母ちゃんからもらった小遣い、月額1500万円の贈与税を脱税しておとがめなし。菅直人、北朝鮮関連団体に数千万円を流してもおとがめなし。野田佳彦、浪人中は船橋の民団に養ってもらっていたのにおとがめなし。枝野幸男、角丸派発信党が著しい JR 労組から多額の献金、おとがめなしと。多分これ以外もなんかやってんでしょうね、枝野はね。で、財務省に証拠握られてて逆らえないと。まあ立憲自体も逆らえないと。過去の悪行をばらしますよ。言われて大変ですからね。埼玉5区、これはほぼ埼玉市なんですけれども、去年の衆院選の結果です。枝野幸男113615票、牧原秀樹、自民党107532票、赤配率は 94.6%。 あぶねーっていう、これ赤配率が 50% だと、相手候補の半分しか票取れなかったいうことでね、94.6% ですから、あぶねーあぶねーあぶねー、代表S さんに枝野幸男選挙よえーっていう、まあろくな言動してないから、まあ当然なんですけどもね。次はないな、これな、落選すんな。まあどうせ比例で復活するんだろうけど、まあまあこの赤配率が悪いと、比例で復活もしないんですけれども、まあまあ党代表やってて、まあ議員も20年も30年もやってる俺には、選挙がすごい弱いっていうですね、枝野幸男でありました。ということで、メール党員さん大募集であります。よろしくお願いいたします。動画説明欄のもっと見るをクリックしてですね、そうすると URL いっぱい貼ってありますんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。